つでー。うゆつでー。さて今回は新役職はチートか、ノットチートか、を検証していくにょん。まずはギャンブラー×幸福のフクロウ。なんだけど。え、また何かやったの？はい。何したの？謝ってないで早く言いなよ。幸福のフクロウの祝福回数が1回のみになってました。みんな優しいので再度付き合ってくれました。はい、超特急で立て直してます。この後でする人数の多いやつでマイルール保存してるから毎回設定し直すのは大変だけどさ、確認しなさいよ。はい、デフォが毎回だと思っておりました。ギャンブラー、ギャンブル卿それぞれに祝福して、対決するのね。はい、その通りです。フクロウじゃなくてよかったの？初日の夜に祝福する人を確定させとかないとね。ギャンブル卿なのは単に新役職だから選んだにょん。動画のコンセプトが新役職を試そうだからね。では登場までカット。登場する位置しかないね。祝福してもらったんだよね。うん。どうやら自分では知ることができないらしい。ここもストック一票だね。こっそり貯めれてるのか貯めれてないのか。今夜はギャンブラーに祝福をしてもらってるよ。ランダム処刑なしノーアル人狼がめちゃ便利。3日目も票をストックにノーアル人狼能力使用。登場するがにか。貯める？貯めてちょ。ありがとう。サンドラスタンプ買ったの？前からニャーが欲しくてジェシカかサンドラで悩んでて、このありがとうを見かけたからサンドラに決めたのよ。30だ。10秒前。この夜にソフィアも買ってあと1つぐらいにしようかと。ゲイルとキャンで悩んでるんだよね。んストックにか。さて今日はいざゲート勝負。あは。3票しかないのか。祝福も貯めれたら4票入るはず。よし、ジェイクだ。圧端書なし。盛り上がらなかったね。投票はどうなってるかな。3票だね。ギャンブル系×幸福のフクロウは、ノットチートをお送りします。気を取り直して次やろか。うん、まだあと3役職あるにょん。今回検証される新役職は？ネズミ娘だにょん。あれ？ネズミ娘の動画あるよね？あの動画にキューピッドとゾンビマニアがなかったから、補足だにょん。なるほど。おお、見える見える。マニアにキューピッド、ささやく廃墟者通称七夕。まで見えるね。なんで七夕？ささやく狂人が佐々木、ささやく廃墟者だから笹葉、笹葉だから七夕。流行らせよ。流行るとオープン主は思ってない。30秒前。動画で宣伝してみました。よかったら使ってにょん。あの、これどうすんの。普通にゲームして終わったからここで終わりだにょん。終わりなんかい。ネズミ娘にはチートをお送りします。昨日ネズミ娘で負けてたやん。役ばらしなしって言われたらそりゃ弱くなるにょん。さて続いてのチート候補新役職はこちらです。ドドン、家政婦さんです。動画見て強そうに思ったんだよね。検証内容は逃亡中の逃亡者を襲撃した狼を見ることができるか。ちょっと何言ってるのかわからない。言葉では説明できないので上の表を見てにょん。サントラが逃亡者ね。よし、見に行くぞ。ベッド地に覗かれるの。いや、そんな決して下心なんて1ミリもございませんから。あたふたすると余計怪しいよ。下検証ですから。わかってるよ。覗き見ますかって表現が悪いんだにょん。男キャラが女キャラに行くとちょっとね。さて、クリス見えるかな。見えないんだね。え、見えないの。ロジはサンドラの部屋を覗き何も追いかけませんでした。いや、人狼来てたやろ。来てたはずなんだけどね。とりあえずクリス釣りで終わらせたにょん。必殺メモはどうなってる。メモメモ。サンドラの部屋を覗き何も見かけなかった。覗くって言い方他に表現ないのかね。
あ、提案しといてあれなんだけどさ、死亡しないとって書いてあるわ家政婦。ニッツさん、いや自分もちゃんと調べときなさいよ。はい、すみません。なので今度はこちらです。サンドラに人狼へ逃げてもらって死亡してもらうのね。うん、これで死亡になるから。見えたらいいね。カミングアウト。メンバーはさっきと同じだよ。上の図を見てね。カミングアウト。あ、今回は映せるわ。何の話？いや、やっぱ覗くって表現がよろしくないのか。あさし。さてどうなるかな？サンドラは狼の元へ逃げたので死亡するんだよね。問題はここから。長い。こんなに待たせてみれないのかよ。待たなくてもぐるぐる鳴った時点でわかってたでしょうが。みんなに残念な結果をお知らせしないと。ということで家政婦さんは、ノットチートをお送りします。魔女とかも見えたらいいのにねー。神父とかぶるからじゃね。ならば神父行ってみよう。神父だけ？いや、チートかけるチート神父かける純愛者だにょん。純愛は何本も動画化してるもんね。純愛引いた人に神父についてもらうにょん。カミングアウト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 。なんでログ動いてないん？多分テンパってる。エイトって言ってるもんね。狼以外ロビによろしく。魔女暗殺キュービの襲撃が純愛付き神父のロビに来るのね。そしたら神父は死なないから見れないものも見えるかなって。フレイヤーアンサスター。アーミーキュービのリスレクター。ローラのジュスター。フランク・ワカシ。アンナは身代わりだね。ジュニアイフキシンスキートすぎる。ということで純愛者と神父には最強チートをお送りします。ただこの状況起こり得ることがほぼないという。それはしょうがないね。だからこそ検証動画の意味がある。みんなも見たいようだね。動画化したよ。見てね。今回もお付き合いありがとうねー。